へえ、変わったものがいっぱいだな。これって魔法で動いてるのか。確かクレティアは魔法の研究が盛んなんじゃなかったかしら。ああ、この国を治めるクレティア王家は古くから続く高名な魔法使いの一族でもある。それを慕って世界各地から魔法研究者が集まり、ちょっとした学術都市となっているのだ。へえ、魔法使いの国か。あんまり敵には回したくねえな。別に俺たちは戦いに来たってわけじゃないし、心配ないだろ。ま、冷静に説明してくれてるこいつが一番危なっかしい気がするけどな。誰が危なっかしいだ。父の仇ならば国ごと叩き潰してやるのに、ジャイワールの力を思い知らせてやる。おい王子様、過激な発言を慎んでくれ。ここはクレティアの玄関口なんだ。クレティアの兵士にでも聞かれたら大事になりかねない。おいおい、嘘だろ。どうやら本当に大事になってしまったみたいね。出せ、出すのだ。まさか早々に牢屋に入れられちまうとは。ま、たまにはこういうこともあるさね。セザールの気持ちはわかるけどさ、王子がうっかりあんなこと言っちゃまずいだろ。大人の品格とやらはどこに行ったんだよ。ふん、俺はいつだって冷静だ。ちょっと、こんなところに入れられてまで不毛な言い合いはやめなさいよ。まあまあ、ちょっと不思議に思ったのですが、あの程度のことを言ったぐらいで捕まりますかね。まあ確かに変だよな。俺たちを捕らえた兵士、奴ら俺たちがクレティアに近づいた時からずっとつけてきていたからな。つまりこの町に入る前から俺たちを警戒してたってことさ。そっか、私たち花から危険人物扱いだったのね。けどどうして私たちを捕らえる必要があったのかしら。クレティア女王は本当に今回の騒動の謎を解く鍵を握っているのかもしれないな。しっ、みんな誰か近づいてくるぞ。見つけた。ミネアさん？ミネアさんじゃないですか。トルネコさん、やっぱりあなたもここにいたんですね。占いに出た通りだ。いやはや、この通りまたしても牢屋の中です。どうも女王様の治める国とは相性が悪いようで。ところで私の姉さんを見かけませんでした？占いによるとどうやらこの国にいるらしいんですけど。マーニャさんのことですか。いや、ご覧の通り我々は早々に牢屋に入れられてしまいましたからな。とりあえずこの地下牢ではお見かけしていませんよ。そうですか。ここにいると思ってこっそり鍵を持ってきたのですが。なあトルネコ、この人知り合い？おお、これは失礼しました。この方はミネアさん、私の世界で共に戦った仲間なのです。ミネアさんは評判の占い師でしてな、踊り子のお姉さんと二人で、それは人気者なんですよ。トルネコさんたらそんなに持ち上げないで、人気者なのは姉さんだけなんですから。ミネアだっけ。あんた姉さんを探してるんだろ。俺たちはこの国の女王様に用事があるんだ。女王様なら姉さんのことを知ってるかもしれない。だからここを開けてくれないかしら。お願い。女王様が姉さんのことを知っているとは思えないけど、いいですよ。あなた方を助け協力し合うべしって占いにも出ていましたから。あさあ行きましょう。
Thank you.
もっともっと強くなってやるぜ。